これは視聴者様からいただいた実話だ。これから私と呼ばせていただくことにする。これは私が大学1年生の時に人生初のアルバイトを始めた時の話だ。私が働き始めたのは個人店のハンバーガーショップで、土日のランチタイムなどは外まで人が並ぶほどの大人気店だった。面接の時に会った店長は見るからにハンバーガー用店長という感じがした。外見がいかついため、とても最初はおどおどしたが、話すと優しい人だ。まあ、私大学生ですし、あのサークルもあったりして、週に2回とかの出勤になってしまうと思います。え、まあ週2だとちょっと採用しないかもしんないけど、ちょっと厳いかな。ごめんね。ちょっとまた連絡する、うん、また連絡します。はい、またご連絡お待ちしてます。と、遠回しに不合格を宣告されたが、後日電話で、ハンズさんの人柄が良かったので、ぜひ採用したいと思ってます。よろしくねと伝えてくれた。なんていい人なんだろうと、初めてのアルバイトに胸を躍らせた。しかし、この時私は彼に泣かされるとは思いもしていなかった。そこで働き始めてから2週間ほど経って、店長のヤバさが明らかになってきたのだ。彼は余裕がない系店長で、忙しい時はイライラし、物に当たり、バイトに当たり、お客様の前でも大声で怒鳴り散らかす大の大人として恥ずかしい系店長だった。ある日の忙しい日曜日のランチ時間中、ハンバーガーを焼いている店長に、ハンダ、あれ取ってと言われた。もうまずそこで圧力がすごいのだ。あれとは何ですか？で、聞いたらキレられるのは2週間の間で理解しているため、とりあえずスピーディーに指さしているであろう。ケチャップを渡してみたところ、ちげえよと、ケチャップを私に投げつけた。料理を扱う人間がケチャップを粗末に扱うなんて私は許せなかった。いつかケチャップに泣くことになるぞ思いながら、またある時にはわからないことが浮上し、店長に聞くと、わかんないんですけど、あ、それぐらい自分で考えろと切れられる。そもそもな、そんなに新人に教えたくないなら新人雇うなよ。最初からできると思うなよ。貴様だって最初は誰かに教えてもらったくせに、やと心の中で物騒な中指をしまいながらも、学習する私大学1年生、聞くと怒られるからわからないことを自分でやって考えて考えてやってみると、なんだなんで聞かねえんだよ、殺すぜ。すいません。なんて思うかー。あのさ、冷静に物申すけどさ、殺すぞとか死ねよとか口からすぐ出ちゃうやつって本当なんなの？どんな人生送ってきたの？なんでそれを人に言えるの？純粋にあなた同じ人間として無理なんだけど。店長はこれをお客様の前でもやるので、お客様をドン引きしていた。心の声では強気だが、正直私は怖くて泣きそうだった。泣くと怒られるので、目に涙を浮かべて必死に我慢しながらお客さんのオーダーを取りに行くと、優しいお客さんは、大丈夫？と声をかけてくれた。タマ、タマ、もうすっかりちゃいますね。大丈夫です、すいません、ありがとうございます。チーズハンバーガーと、はい、アボカドチーズハンバーガーって分かりました。ごゆっくりお過ごしくださいませ。もう永遠にいてください。と、その優しさにジブリ映画のような大粒の涙がこぼれ落ちるのだった。しかしその時、後ろに鋭い視線を感じた。そう、店長がこちらを見ていた。恐る恐るカウンターキッチンの方に戻ると、ハンダ、あれだと俺が悪者みたいじゃん。お客様の前で泣くのはやめてよ。あのさ、俺はさ、ハンダのことをさ、嫌ってて怒ってるわけじゃないんだからね。ハンダに成長してほしくて、ハンダのためを思って言ってんだよ。マジほんとね、怒られるうちが花って言うじゃん。マジほんとそれ。俺ぐらいの年になるとね、もうほんとにね、怒られたいよ逆に。もう言ってくれる人がいなくなるからね。だからマジで俺が怒ってる間、本当お前のこと愛してるって叫んでると思うんだから、マジで本当に、これマジで本当にマジでマジでこれマジでマジ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 、そうですよね。3番行ってきます。トイレでドッカーン。怒られるうちが花だからねって言っとけば何言ってもいいと思ってんのか。事前予約完了とでも思ってんのか。そもそもよ、成長させたいんだったらよ、普通に教えるよ。なんでわざわざ新人に考えさせなあかんね。知らんがな、新人じゃ、
なんで最初からインスタのこと知ってると思ってんねん。しかもさ、店長のくせに忙しくなったらイライラして八つ当たりするってさ、客観視してみろよ。ダサくね。スーパーダサくね。しかもさ、言葉の暴力した後にさ、ああやってさ、なだめるように言ってきてさ、完全に DV 男とやってること同じなんだよ。しかしな、もう殺すぞとか暴言を吐かれた私たちの心はもう収集が打たれてんだよ。貴様がどんなに私にゴディバのアイスクリームとかいろいろくれたとしてもな、もう私の心はここでもう収集を打たれていますので、もう何しても響かねえんだよ。もうやめる。私は決心を固めトイレから出た。そして営業終わり、店長のもとへ向かった。店長、私、この店やめようと思う。俺飲食向いてないんだよね。だから友達がやってる会社に入ろうと思って。まさかの展開。え、店長が辞めてくれんの？え、そちらさんが辞めてくれるの？隠して隠せ、隠して、今は隠して、今はお家で喜ぶ、隠して隠して、寂しがって寂しがって。寂しいです、店長辞めちゃうなんて。寂しいですと、嬉しすぎる感情を抑えながら思ってもない言葉が出てきた。そして店長最後の日、店長が自分で主催のお別れ会が予定されていた。私は事前の出席確認では出席に丸をしていたが、行く気なんてなんてなんて、行く気なんてさらさらなかった。当日風邪をひいたとか言ってドテキャンした。みんな考えることは同じようで、そのお別れ会に参加した人は店長とオープンから一緒にやっていた主婦の方だけで、他のバイトはみんなドテキャンしたそうだ。ほんの1ミクロンだけかわいそうだなと思ったが、店長が今までバイトにしてきた仕打ちを考えたら仕方ないと、すっきり爽快な気持ちになった。今日は宴じゃん。チャンネル登録よ、登録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 、おいやいやいや、チャンネル登録お願いします。チャンネル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 、とととと登録お願いします。お願いします。